ケモントレーナーのマッツリカが勝負を仕掛けてきた。相変わらずふわふわした感じだな。お、プリン行っておいでボロー。いやもうこの可愛くなさよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回はね、モンスターボールの中に石つぶてを入れて、またその中それを持ち歩いてレベルが上がったと思うので見ていきたいと思います。とりあえずまたその石つぶてをね、こちらへ戻していかなければ。これね、いつものねいつものなかなか繋がらないやつね。さあ来いよ。あ、来た。はい、お出かけ中のポケモンがいます。戻しますか。はい、もちろん。さあ戻っておいで。はい、来たよ、石つぶて。アローラのね、石つぶてと最高に楽しくお出かけした。よきよき。お、28,946 の経験値。やったね。え、これはもう完璧に石つぶて進化するでしょ。しかもこの、アローラの姿の石つぶてやけん、アローラのゴローンになるってことやろ。はい、来たよ。レベル34まで来た。どう？進化は？どうなの？来たー！石つぶての様子が。はい。来たよ。アローラのゴローンになるよ。ゴローニャまで行きたいんけどね。ゴローニャはあれやろ、通信やろ多分ね。おー、いかついねそしてやっぱりあの毛は生えてるのね特徴的なやつ。ゴローンのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ゴローン、岩石ポケモン、アローラの姿。山道を転がり降りるとき邪魔なものは片っ端から跳ね飛ばし、かつ感電させる。すげえな。あ、ってことはやっぱり、アローラ、え、普通の石つぶては、あれよね。電気タイプないよね。はい、お出かけのご褒美を手に入れた。このさ、アユナに呼びかけたっていうやつ、これなんか、定期的にね、モンスターボールから鳴き声がするんやけど、それが呼びかけられたっていうことなんかな。どう？私は今思ってる。これさ、連れ歩くために不思議な飴もめっちゃ増えるのいいよね。超レベル上げできるやん。めっちゃできるやん。はい、それじゃあ、まあ、石つぶても進化したということで、ちょっととりあえずあれよね、技を教えてもらいたいんやけど、船長さん、あなた船長さん、何それ、ゴミ箱吐くの？吐くの？マジで？おえー、船酔いですっかりダウン、苦しい。大丈夫っすか？アイナは船長の背中をさすってあげた。優しいね、私。スリ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 。ふう、ありがとう。だいぶ楽になったみたいだ。てか部屋にそんなでかいポリバケツ置いとんやね。なになに、君も秘術を教わりに来たのか。もちろん教えよう。さあ君、こちらへ。かわいい。ははは、イーブイが張り切っているようだが、秘術はあいにく人にしか使えないものなので。人ポケモンじゃないの？なになに、どうしても覚えてみたい？世界を旅したが、秘術を使いたがるポケモンは初めてだ。その心意気、あい、わかった。イーブイにとっておきの秘術を教えよう。あ、こちらだ。え、なに、世界初のポケモンになっちゃう、イーブイ。よく見ておいてくれよ。お、いやー、これで木が切れるようになる。居合切り？え、違うんや。イーブイは秘術、毛さ切りを教わった。毛さ切りやって何？技の名前が違う。おー、すごい。本当に毛さ切りを覚えた。なんで覚えたってわかるの？ EV の毛さぎりで細い木も切れるぞ。試しにクチバシティにある木でも切ってみたま、切ってみたまえ。そろそろ時間だ。もうすぐサンターンのは出発するよ。またクチバに来るときまでごきげんよう。もう大丈夫っすか？吐かない？吐かない？大丈夫？まあ、ということだから、クチバシティにある木でも切ってこようか。お？出発しますか。降りた途端に、めっちゃギリギリやったやん。そんな早く。ありがとう、船長さん。出発まで、短いの時間が。
もうちょっとさ、なんかお見送りの人がおったりとか、誰君？ん？ああ。え、なに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 ？なんかイベント？誰？どうした？え、待って、これ、あれじゃない？祭りかじゃない？海を夢中でスケッチしてたら船が出航しちゃったのですよね。大変、どうするの？どうするの？どうするんですか？そうだね。祭りかしばらくここにいることにします。関東の海の色気に入ったのですよ。他のとこと違うの？海の色って。ちょっとよくわからないけど。関東のトレーナーさん、祭りかのフェアリーポケモンと勝負してみませんか？するする。ふふふ、では行きますよ。フェアリータイプの良さを知ってほしいな。フェアリータイプ。祭りかあれよね。サンムーンで出てきたよね。ポケモントレーナーの祭りかが勝負を仕掛けてきた。相変わらずふわふわした感じだな。お、プリン。行っておいでゴロー。いや、もうこの可愛くなさよ。この可愛くなさよ。やばくない？ちょっと。岩なだれ。え、怠けないで。何やってんの？あれか。レベルが高くなりすぎて、そうや、自分で捕まえたポケモンじゃないけんや。人からもらったっていうか、交換したポケモンやけん。え、やばいやばいやばい。せっかくレベルが上がって進化したけど、これはどうなんだ？しか当たらんし、全然。これはマチス戦いけるのか。多分この次のマチス戦で、何？ 30 レベルまでいけるいうことを聞くようになるとか、そういう感じ。いけ、雷パンチ。はい、一発当たればいい感じなんやけどね。当たればいい感じなんやけど、なかなかこう、このまんまでいきます。言うことを聞いてくれないのは一番ちょっと辛いよ。かわいい。バリアード超かわいい。あれやな、なんか昔ポケモンシュート時にバリアードかわいいとか思ったことなかったけど。で、今見るとめっちゃかわいいな。いやー、いけ雷パンチ。ここはね、レベルでゴリ押ししていく感じ。お、いいぞいいぞ。え、ゴロン金縛りとかかかっとったマジで。今初めて知った。いけ、おっしゃー、いいねいいね。この2体だけ。お、ピカチュウがレベル19。君の強さに驚いちゃう。驚いてます本当に。お、何それ。あいな、銀の王冠を1個手に入れた。何、銀の王冠って。何かと交換してもらえるのそれ。おお、なんとも素敵だね、君と君のポケモン。実にナイスモチーフ。絵に描いてみたいな。描いてよ。ね、描いて。君に勝つまではアローラに帰れないんです。なんてね。で、また勝負しようよ。あ、それはもうぜひぜひ。あれかな、勝負するごとに銀の王冠。なになに？あ、ほら、やっぱりジムのところや。なに？何のアイコンタクト？おや、教えてもらったみたいだね。みたいな。キラン。こっちじゃなかった、こっちか。あ、これで切れるはず。おーす、未来のチャンピオン。うわー、なんか何も言ってないのに話しかけてきた、怖い。この先にはくちばしティージムがある。くちばジムには木を切らないと行くことができないぜ。だが、今のお前と EV なら、たやすく切れるはずだ。早速試してみろよ。君たちはどうやってそこから出てきてるの？この木はなんだか切れそうだ。秘術、キサギリで切りますか。切ります。この秘術っていうのはあれなんやね。こう技、覚えとる技はなんか圧迫せん感じなんやね。お見事、木を切り倒し、地面への道を開いたな。よし、地面への挑戦が認められたぞ。待ってるからな。どうも。いつも思うけどめっちゃ坊ちゃん狩りよね。さあ、それじゃあ挑んでいきますか。あ、そっか、なんかいろいろ仕掛けがあるんやったっけ、ここ。なんなん、さっきからその、この感じ。待ってたぜ、未来のチャンピオン。ジムリーダー、マチス少佐は、電気タイプのポケモンを使いこなすタフガイだ。光タイプ、水タイプは相性が悪いぜ。まひさせられないよう気をつけな。
それと松は用心深い。簡単には近づけないぜ。何をどうやっていけばいいんやっけ。この赤と青がなんか関係あった。いくらポケモンうまいからってここは子供が来るところじゃないぜ。ポケモンうまい、ポケモンうまいってなんかおかしくない言葉的に。船乗りの達彦が勝負を仕掛けてきた。バレないやね。なんかこう電気タイプを使うのに船乗りなんやね。電気タイプのポケモンで感電させて魚を取るみたいな、そういう感じ違う違うかな。いけ岩なだれ、ちゃんと言うことを聞いてくれよ。効果今一つやん。あれか、電気タイプの技は多分効きにくいんやけど、こっちにあれじゃない、電気タイプって岩タイプじゃなくて地面タイプじゃない効果抜群なの。いやまあでも進化もさせたかったけん、育てたことはまあ良きと良きということで。だって地面タイプ私持ってないもんな。岩タイプぐらいしか。おイーブイレベル22。おお驚きだ、ありがとう。20ロックのヒントをあげよう。第1ロックを外したら第2ロックを連続で外せ。2つのロックは上下左右で隣り合わせにあるぜ。上下左右でこの色が変わってるのはなんか関係あるの。赤いゴミ箱だ。どうですか朝こそ中はゴミばっかり。ロックはゴミしかないやん。ゴミばっかりじゃねえか。これは青いの、青いゴミ箱だ。だからなんだ。俺は体力ないけど電気の扱いを買われてここに来たのだ。別にトレーナー側の体力はどうでもいいんじゃないかなと思うけどね。ポケモンさえタフだやったら電気グループのフミヤが勝負を仕掛けてきた。電気グループの、昔ってさ、電気グループのってめっちゃおじさんじゃなかった。こんな、なんかこんなイケてるおじさんでしたっけなんかもうちょっと、もうちょっとなんかあれなおじさんやった気がするけどあれだな、すごい変わったんだな。イエーイ一発。この人一人じゃない、一匹だけじゃなかった。おニドリーナレベル21。いいねいいね。あまだもう一匹おるんやね。このまんま行きます。私はもうここはゴローン一択で行くからあれやね、結構なんかビリリ玉って横から見たら眉間のあたりがボコボコしたんやね、ちゃんと。いっけ岩なだれ、言うことさえ聞いてくれればめちゃくちゃ強いんだ君は。ほらボコボコってなっとった目のあたり。お不思議そう、レベル32。みんななんか順調に上がっていくね。いいねいいね。キューしびれた。こんななんかね若そうなおじさまじゃなかったって。お不思議そうが進化する、マジか。うわ不思議罠になるよ、不思議罠に。やったね、このタイミングでかおー不思議罠。いやここまで来たらもう可愛くはないんやけどね可愛くはないんやけど、いやでも嬉しい。不思議罠のデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。不思議罠種ポケモン、ずっと種ポケモンなんやね。背中に生えた大きな花は太陽の光を吸収しエネルギーに変換できる。なんか進化するたんびにさ、なんとかポケモンって変わりおらんかった。お、不思議花、新しく花びらの舞を覚えたい。花びらの舞いいやん。何がいらんかな。成長がいらない。じゃ、これで。1、2の、ポカン。不思議花は成長の使い方をきれいに忘れた。そして、不思議花、新しく花びらの舞を覚えた。よきよき。よきよき。わかった、言うよ。赤いゴミ箱の隣にはスイッチはなさそうだぜ。なるほど。じゃあ、ま、ここの二つ、ここの三つはないってことかな。どうも。見えてなかった。軍隊にいた頃はマチ師匠さんにビシビシ鍛えられたぜ。でもあれなんやね、すごいいかついし、偉そうな感じやけど、少佐なんやね。ジェントルマンのオルソンが勝負を仕掛けてきた。オルソン。お、ピカチュウ。押すや押すや、この子。
もうなんかね、このゲームの中で私メスの方が見慣れとるけんね。尻尾がハートっていう。いやー、あ、効果抜群ですって。ちょ、言うことを聞けよ、言うことを聞きなさいよ。なの、二度蹴りはちょっとあれなんやね。効果抜群になった。あ、いけ岩なだれ、これで。はい、一発。いいね、ここは一体だけや。かわいい。お、ミュウがレベル17。ミュウ圧倒的に弱いな。うん、なかなかの腕前だ。そういうことを言いそうな表情じゃないぞ、今のは。部屋が開かないのか？それなら青いゴミ箱の隣のゴミ箱を調べてみたらどうだ？青いゴミ箱の隣？こっちかな。お、おっと、ゴミ箱の底にスイッチがあった。押してみよう。ポチッとな。で、繋がっとるところにあるって言ったよね。ということは、こっちはないけん。邪魔だな、君。え、こっちかな。あ、やった！イエーイ。開いた、開いた。電撃バリアの第2ロックが外れた。よし、完全に解除。さあ、行くぜ。マチスかっけえな、なんか。超かっこいいやん、どうした。ウェルカムトゥークチバジン。はい、ベイビー。ユーがチャレンジャー。あっはぁ、そんな半端なパワーでミンに勝負を挑むとは、いい度胸ね。ポケモンバトル、そんなに甘くない。みんなビリビリ痺れさせてあげます。片言、すげえ片言。よし、頑張っていくぜ。3匹か、オッケー。まずはビリリラマ。レベルはどれぐらい？これが一番弱い。基準になるところ、一番弱くて25か。待って、回復させた方がいい気がする。とりあえず回復しよう。傷薬、いい傷薬の方使おう、ちょっと。はい、ゴローンに、いけ、回復。ここちょっとあれやったらね、10万ボルトは全然大丈夫だ。よしよし、いいぞいいぞ。さあ、ここで岩なだれを。さっき他の人たちが使いよったのはビリリダマはさ、レベル22とかやったけん一発でいけたけど、ちょっと2発ぐらいかな、どうなんやろ。25、一発でいけるかな。知らんぷりすんなし。いや、君攻撃されてるのよ。プライドというものがないのかい。く、押されてる。怠けるなよ。いけよ、頑張って。ほら、なんか10万ボルトでゴリ押しされうるけん、ちょっと。やばい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 。岩なだれ、いけ。どうや。お、一発やん。レベル25でも一発か。いいやん、いいやん。いいやん、いいやん。いけるいける。よしよし。お、雷柱。入れ替えはしません。そのままいきます。マチスといえば雷柱ってイメージよね、やっぱり。かわいい。めっちゃかわいい。雷柱いいわ。超いい傷薬使う。頑張って。なんか EV 死にかけてなかった今。EV なんかめっちゃ瀕死状態やったね。ちょ、早く終わらせて回復をしてあげたいわ。くっ、おっ、光の壁がなくなった。よいしょ、レベル26やけん、これも多分いけるはず。いけー、岩なだれ、当たれよー。マジか。そしてあれか、当たらんかった場合のはちゃんとカウントされるんやね、技が減るのに。あー、やばいやばいやばい。はい、ちゃんと当たって。岩なだれー。お、いけるいけるいける、いいぞ。あと1匹は誰？お、あとちょっとでまたレベルが上がりそうな感じ。コイル、マジでラストコイルなんすか？そこはラスト雷柱やろ。え、大丈夫？相手の心配をする私。そして毎回とりあえず回復が、なんかね、毎回きっちり言うことを聞いてくれたら、まあ、ポンポンポンって来れたんやろうけど、なかなか言うこと聞、全てのポケモンが10万ボルト使うね。ね、すべてのポケモン10万ボルトでずっとなんかゴリ押ししてくるんやけど。あ、待って、岩なだれがなくなった。これ岩落としでいける。
どうやろ、岩落とし、弱い弱い弱い、岩なだれほどの威力がない。やばい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 。ステルスロックは、いや岩落としでいこう。いけ岩落とし、あと一発ぐらい。しかしこっちも、あ、こっちもあと一発ぐらいで多分終わる。けんく、もうないんだよ。い、に、20ぐらいで大丈夫かな。20回復したところでって感じじゃない。シャラサブレって何で、20ぐらい回復したけんって、え、次でやられ、あーやられるやられる、危ない。あーゴローンが、これ普通に攻撃した方がいいんじゃないもん。あ、でもこれ次、あ、大丈夫か。やったよかった、向こうが先かと思った攻撃。ふぅ、ギリギリめっちゃギリギリ。おーのー、ユウの強さ、トゥルース、つまり本物ね。イエーイ、認められた。これでちゃんと言うこと聞くようになるかな。あ、でも30まで、までかな。オッケー、オレンジバッジやるよ。やったね、イーブイ。ハイタッチ。アイナ・マチスからオレンジバッジをもらった。アンド、スペシャルな強さのユウに、これはミーの気持ちね。サイン？え、なに？有名人なの？ありがとう。いる？それ。トントーリー。もちろんこれもやるよ。アイナンマチスから技マシーン36時。お、言った !10 万ボルト。よね、やっぱり、サインもらいましてもってなるよね。技マシーン36は電気ビリビリ10万ボルト。エレクトリックポケモンに教えてください。ありがとう、マチスや。へい、それからユウにアドバイス。エレクトリックパワー、ビリビリ強いね。でも地面タイプにはパワー吸い取られてしまって全然効かないよ。お、そして EV が。かわいい。EV はキラキラ光るジムバッジを嬉しそうに見てる。EV は何もしてないんだけどね。何もしてないんだけど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。今回は、まあ、岩も私効果抜群やと思ってんけど、全然抜群じゃなかったけん、結構ゴリ押しな感じになったけど、勝ててよかった。